損傷した高尾丸第二回転は幕末に函館政権が所有していた軍艦。元は秋田藩所有の新政府軍艦高尾丸。高尾丸は米国でポータクセット級蒸気スクーナーの2番艦アシュロットとして建造された。ポータクセット級は南北戦争中に税関艦指定局のカッターとして6隻が建造されたが戦争中は 戦断の護衛と紹介に従事していた。後に6隻中3隻が日本に売却されている。アシュロットは、秋田藩に購入されたカオマルと解明。新政府軍は、田島慶造を艦長に命じるが、田島は、函館が、旧幕府軍に占領されていることを知らず、明治元年10月に寄港し、榎本武明の函館政権に、打破されてしまう。 箱館政権の手に渡った高尾丸は第二回転と解明され、古川雪像が艦長に命じられた。箱館政権は主力艦海洋丸を座礁で失ったため、新政府軍の鋼鉄を奪取する作戦を立案し、第二回転は回転丸、万竜丸と共に参加した。フランス海軍を脱走したウジェーヌコラッシュも上官していた。 三隻は1869年5月2日に、函館を出港したが悪天候に遭遇し、第二回転は、機関故障、万竜丸は、はぐれてしまった。結局、万竜丸は作戦には参加できず、函館へと戻った。5月6日、回転丸は、宮古湾に侵入した。機関故障の第二回転は、3ノット以上の速力が出せなかったため、その後を追った。 回転丸は鋼鉄に雪原し、肘方都市像ら切り込み隊が突入したが作戦は失敗、回転丸は宮古湾を離脱した。ちょうどその時、第二回転が宮古湾に入ってきた。作戦失敗を知った第二回転も脱出を試みたが、新政府艦隊から逃げ切れず、コラッシュの指示により、海岸近くに座礁した。第二回転の乗組員は上陸し山に逃れようと、 したが、数日後に新政府軍に投降した。なお、アシュロットという名前の米国海軍の軍艦が、同時期に米国アジア艦隊に在籍しており、来日もしているが、本艦とは別である。ありがとうございます。